中村正幸日本中央競馬立党トレーニングセンター所属の機種。機種免許は、平地競争、障害競争の両方を所持しているが、近年は障害競争の基調が中心となっている。2002年4月、第21期生として JRA、競馬学校機種課程に入学。2005年、競馬学校機種課程を卒業し JRA の機種免許を取得し、 谷清志社でデビュー。同期に、王の匠、庄島良太がいる。初起場は3月5日、阪神第5競争で、メディアブリッツに起場し、4着。5月22日新潟第9競争のブレッザで、初勝利を挙げる。同年12月11日に障害競争にも起場し、障害初起場で3着に入ると、翌年3月4日、阪神第4競争で、 ウィンタクティクスに帰乗し、障害初勝利を挙げた。2007年にはさようならで、ビクトリアマイルに出走し、GI レースに初帰場。2010年、東京ハイジャンプをイコールパートナーで静止重賞初勝利。2012年7月9日に JRA 通算100勝を達成。2013年には4月から2ヶ月半フランスに遠征をする。 2017年11月12日より、立党、松下武士級者所属となるが、2020年12月1日から、再びフリーになる。騎士名鑑 w w w j r a g o j p 2020年12月3日閲覧。中村正幸の騎士情報競馬ラボ、www.keibalab.jp。 2021年1月20日閲覧。フランス修行で得たものは、中村正幸騎手系バラボ。www.keibalab.jp。2021年1月20日閲覧。ありがとうございます。